みんなはね、そのゴリとラーとか、あとニコちゃんだよとその家来とか、あとマサルとその家来とか、そういうふうに理解しておられる、その、あともう一個はそのドラえもんとのび太なんですけどね。そうやって理解しておられる、あ、まあそういうバリエーションいろいろありますけどね。まあゴリとラーっていうか、その、結局、一応うちの子供ってことになってる人したアスカなんですけどね。その二人が、下の世界でひどいことしてたの。うん、だから、その人とアスカをうちに産ませた男性の遺伝子がひどかったのかな。案外それが西浦のじいさんだったかもしれないね。だからあんだけ知ってたのかもしれない。そんな事件もあったかもしれないけど、忘れちゃった。どこまでどんなことされたかなってね。覚えてないっていうか、思い出したくないことは思い出しにくいよ、さすがに。でも、さすがに裁かなかんとき思い出すのしゃあないし、そのときは。つらいよ、うち。うちの方がつらいねんからね、みんなに。わかってるかな。で、人としたら、その元担任の遺伝情報としてな。で、その、うちじゃなかった、その人としたら、こっちもな、その卵子が、うちの卵子がなかった。どっか別のおばさんの卵子が。ひょっとしたら、西浦のおばさんの卵子かもしれないね。それは西浦のじいさん怒ってるかもしれないね。で、もともと担任やった、西浦のじいさんと、西浦のおばさん。で、その人としたら、その、一番上のトップは、その、魔術師が逮捕される、ことごとく逮捕されて、そして、本当に法治国家が安全な世界、常識も、ちゃんと、みんな、わきまえてるし。じゃあ、そこでは、その、もう制限なんてしなくていいんですね。喜んだわけでしょ。まあ、人したら、分かった。もう制限なんかしなくていいんだ。分かった。もう暴力団しなくていいんだ、みたいな。一番上はもうそんなことしないこと済む世界です。やったー、じゃあ一番上早く行こうっての来たところ、ゼゲンの子孫になって、いや、ゼゲンしなくていい世界って言って、ゼゲンしなくていいって言ってたじゃん。だからゼゲンなんてもうしなくていい世界なんですよ。でもそこでもしちゃったんだ。ああ、でも先祖がしたんでしょ。よかった、先祖がしただけで救われた。じゃあもう助かった、逃げれるわね。さあ、それは知りません。っていうような、その、オチやって、今回の事件の、もう、あれね、一番最後のクライマックス、ガスンだとかね、パクのじいさんの猛攻があったと、こういうような、その、後日談みたいな感じでも、まさに昨日までの話をする気がするけど、まあ、エピローグっていう感じかな。この一連のシナリオ群もね、この後も世界続くよ。ゲームあとやったかやろって、もう話しゃべなかったとか、ああ、面白かったとか言って。で、ロールプレイングの。で、終わったから、このロールプレイングの元の子が、ゴルフ壊すとかって、まあ、ありえんじゃん。キャンペーンの一つのシナリオが終わっただけかもしれんし、一つのキャンペーンが終わっただけかもしれんけど、でもその後また次の冒険の君らは待ってるんでしょ。うちは人生連続してるけど、君らは違うらしい。で、結局ね、西浦のじいさんにね、引きずり出すためにね、いろんな、うち技打ちましたよ。で、西浦のじいさんが、その、結局、その、暴力団としての能力をすでに失ってるってことは、もう、かなり最初期に見切ってるからね。うちがついたのも分かってたでしょ。そのうちが引っ越ししてきた時に、近いうちだと。知らんかったら変やろ。怠慢やろ。サボタージュやろ。まあ、そうなんかもしれんけど、オタクすぎて。ね、隠れ家したやつな。だけど、で、この前、チラッと見たときは、もう、やっと気づいた、みたいな顔やったけど、お前な、お前いつの間に来とったみたいな、騙しやがったなって、どっちがやんて。な。だけど、まあ、西浦の爺さんがうち来たと分かったときに、結局、何もアクションできなかった。まあ、リアクションも、何もできなかった。で、姉貴たちがどんどんディスられてるのも、怯えて見とった。でもどうしても我慢できず喋っちゃった。それはうちがどうやらメイド喫茶らしきものをするらしい。しかも、西浦が確保したある芸能界のなんか崩れの人材がいた。デブ賞として呼んでるから。で、そいつに、そうだ、そいつにメイド喫茶やらすの面白いなって思ったからさ。その西浦記念館のみたいな。それ読み切っとって。デブ賞もやりたがるかもしれない。それね、ところがね、税源がね、どの面下げてメイド喫茶コンビやるの。
みんなカンカンに怒るで、それでそれ気ぃつかんかったらミルスが麻痺しとったら、うちはもう許さんね、人類のことをな。というか、うちも人類やけどな。やろ？じゃあ、早めに警鐘を鳴らしてもね、もしそれ麻痺したら、しばくわみたいなことは許さんだみたいな、わかるでしょ？だから口惜しかったんじゃん。でも、西原ばあさんとかはな、寝るときさ、はぁ、あ、やらんでやるの。萩原の大将が怒る中でな。萩原が怖いんだ、西原。ん？まあ、今は知らん。昔はね。だから、まあ、昔々のものだ。また別次元の話、今解いてください。西原のが弱いの、萩原だからな。まあ、別次元の話。この次元の話じゃないか。この次元の萩原、真面目やけど。まあ、とりあえず、とりあえずね。性格面で喫茶しようと思ってたのに、自分が思いついたみたいな思うんだ、ほんと。最高やろ、その坊ちゃんの思考回路って。だってそのアイデアなんか上納せんなって。で、自分もアイデアどっかに上納してんの。天皇家とか。天皇家だけ飯したーって。西浦家から天皇家に財源。天皇家貧しい時、西浦家から金送金してたりしてて。天皇家してて、でしなくて西浦家って、嘘っつって、西浦が、日本の女性を、女性のために売り飛ばした金のことを言ってるんやろうけどな。それを養ってたっていう言葉で、なんで隠蔽するかな。なんでごまかすかな。な、でけんなんかでけん自分やろ。わかった人したんすか。よかったな。でも、先祖でけんやで、あんた。加藤の西浦町か。な、あれが人した、あれがアスカのかもしれないけどな。究極な怖すぎるやろ、希少すぎるやろ、希少どうしようかなみたいな、朝日将軍じゃないけど面白いじゃないかって妄想盛り高かったりしたな